モノマネ大喜利コロッケさんのつかみどうも原口あげまさです。モノマネとかやってます。よろしくお願いします。まあこれは大喜利のお題を出しますの で、 そうです、ね、指定の有名人になりきって答えていただくという企画ですが、はい、まあ、早速見ていただきましょう。はい、お願いします。先輩から預かった新車を3分でこすってしまった人にかけるべき一言とは。矢部浩之さんでお答えください。ちょ待ってなるほどね。いやこれやろな。はい、できました。やべっちできました。先輩から預かった新車を3分でこすってしまった人にかけるべき一言とは。矢部浩之さんお答えください。やったな、やってもうたな。懐かしいね。恥ずかしいやろ恥ずかしいな。みんなこれ期待してたんちゃう。でも回答でやったな、やってもうたな。これです次のお題お願いします。写真で一言、加藤浩次さんでお答えください。はい、はい、写真で一言、加藤浩次さんお答えください。モノマネやりながら大喜利やってるこの状況、当たり前じゃねえからな。はい、もうそれにしか見えないその表情にしか見えない。あえてそれを言わすためにこの写真選んでるよね、多分スタッフさんが。そういうことです。そういうことでしょ。この有名人にこれを言わせたいっていうお題、うん、そういう考え方がいいのかもしれない、ね、それがいいかもね、もしかしたら、はい、それだとハマるかもね、はい、だからぜひ見ている方、はい、お題とこの有名人のこういう答えが面白いんじゃないかっていうのをコメントに書き込んでください、はい、お願いします。ぜひぜひお願いします。優秀作品はここで披露させていただきます。お願いします。お願いします。皆さんで僕を助けてください。お願いします高評価、チャンネル登録、お題お待ちしております原口あげまさでした。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。おすすめ動画がこちらに流れてますのでぜひよろしくお願いします、ね、この流れでいっちゃおう。じゃんけんぽい